はい、皆さんこんにちは。今日は私のオーディオ周りで新しくなった機材を少し紹介したいと思います。新しくなったダイナミックマイク、ロードのポッドミック、それからオーディオインターフェース、オートリアのミニフューズ1、そして私の憧れのブラックマジックデザインのエーテムミニプロ、こちらを購入したお話になります。このブラックマジックデザインのエーテムミニプロを購入したのがマイクを変更するきっかけになりました。私の購入したエーテムミニシリーズなんですけれども、エーテムミニとエーテムミニプロ、エーテムミニエクストリームとかいろいろあるんですけれども、マルチビューがやっぱり使えた方が便利かなと思ったので、このタイプのものを購入しています。エーテムミニシリーズは 3.5 ミリのマイク入力端子がついてるんですね。今まで私はコンデンサーマイクですね、これを使っていました。で、これはですね、USB-A で給電が必要になるタイプのコンデンサーマイクということで、エーテムにさせないので、ちょっとこれをきっかけにマイクを新しくしようかなと。コンデンサーマイクというのはちょっと集音が良すぎて、結構収録の時にちょっとしたものに当たった音とか、ガサガサっとした音とか、外の音もね、ほとんど収録されちゃってて、後から編集でそれをカットするのは結構手間だったんですよね。で、そういうのもあって、今度ダイナミックマイクにしてみようかなというのがありました。これね、選ぶの結構大変だったんですけどね、日本の方は手話の MV7 とかもっと高いのとかあるんですけど、その辺をおすすめしている方が多かったんですけども、ちょっと海外の人のレビューで割とおすすめしている人が多かった100ドルぐらいのマイクということで、私が最終的に選んだマイクはロードのポッドミックという、こちら製品ページになるんですけれども、ロードのページでもですね、ポッドミックは日本語のページがなかったです。クラシックな見かけで、ポッドミックっていう名前にもあるようにポッドキャストの特質が結構あるマイクで、ポップフィルターとかですね、ショックマウントが内蔵されていますっていうこともあって、コンデンサーマイクの時に使ってた、例えばこれね、こういうのとかこういうのとかは割と使わなくてもあんまりノイズが入らないですよっていう風にレビューしてる人が多かったです。これを購入して、まあ良かったなで終わればよかったんですけども、残念ながらこれを直接 ATEM Mini Pro に 3.5 ミリで挿したところですね、接続できないとかじゃなくてノイズがすごくてちょっと使い物にならなかったですね。ATEM Mini Pro はちゃんとソフトウェアコントロールがついていて、そこにオーディオインターフェースもちゃんとついてるんですよね。で、そこでイコライザーとかコンプレッサーとかちゃんとかけることができるんだけども、それでちょっとノイズは軽減、サーサーっていう干渉してる音なんですけど、それがだいぶもう落ちるんだけれども、ダイナミックマイクっていうのはね、音が小さいっていうのはこれは知ってたんですけど、その音の小ささをやっぱり上げるために、原因を上げるとまたそのノイズがまた再発生しちゃうっていう感じで、ニッチもサッチもいかない感じだったんですね。ブラックマジックデザインの方も、チュートリアルなんかでは直接マイクを挿すよりはカメラとかの入力端子にマイクを挿して、でそこから HDMI で入力して音声を録画した方が、まあ音のね遅延もなくいいですよっていうことをおっしゃってたんだけれども、で私の外部のミラーレスカメラにこのマイクを挿してやってみたんだけども、やっぱりそのノイズはね変わらなかったんですね。私もオーディオインターフェース使おうかなと思ったんだけども、全然知識がなくて、なおかつそのヤマハの高いのとかね、とても買えるレベルではなかったので、神保町のギター屋さんとか楽器店に行って聞いてみました。やっぱりマイクプリが ATEM Mini にはね搭載されてないんじゃないかということで、あまり高いのは買えないんだけども、まああまり安すぎても音声が悪くなっちゃうっていうのことが発生するので、まあこれ以上のものはちゃんと使ってほしいっていうレベルのことも聞いたんですね。でその時に2万円クラスより上をやっぱり推奨したいっていうことをおっしゃっていて、ただし私はですね、マイク入力端子が1個で済むので、教えていただいたオーディオインターフェースは、はい、オートリアのミニフューズという、
ものになります。これはマイク入力端子が1個しかついてないので、11,000円くらいですね。その近辺の値段になります。それだとですね、私も購入できる感じなんですけど、音質とかもですね、まあ、標準レベルちゃんと出るっていうことで、ね、いろいろ調べましたら、なかなかこれもですねいい感じの機能もあるんですよ。で、これ黒と白があって、でまあお部屋の感じによってはこの白を選ぶ方もいるかもしれないですね。私は黒を選んでます。ご覧のように XLR 入力端子1個で、でこちらがその原因ですね。この原因のとこに LED がついていて、音声を察知すると LED が光って、でなおかつその原因レベルが上がりすぎるっていうか、大きくなりすぎて音割れぐらいまでいくと、この色が青から赤とかになってちゃんと警告してくれるんですね。なので視覚的にモニタリングするのにもなかなかいいのではないでしょうか。こっちはですね、裏にある出力端子から外部オーディオにつないだ時のモニターの原因です。これはイヤホンを挿すジャックとイヤホンの音量レベルのつまみになってます。でこのダイレクトモニターっていうのを選ぶと、このイヤホンジャックからのモニタリングができるようになっています。これはラインレベルと楽器レベルを切り替えられるスイッチです。で、ファントム電源の対応にもなっています。あとですね、ちょっと面白いっていうか、ここに、裏側の写真があるんですけども、で、あ、このマークちょっとあのロゴがかっこいいですよね。うん、これも気に入ってるんですが、ここにあるのが USB-C タイプのパソコンとつなぐ端子です。これ結構新しいオーディオインターフェースなので、ここの辺が、まあ、タイプ C っていうのは珍しいというか、ちょっと嬉しいですよね。でここに USB-A タイプのハブがついています。であまり高くないアンペアだと、ここからの電源供給もできるそうなので、なんだかんださっき私 USB-A のコンデンサーマイクでつなげない話をしてたんですけど、結局これにつなげばそのコンデンサーマイクも使えることにはなりますね。でこういうところもちょっと面白い機能になっています。もちろんソフトウェアコントロールもついていまして、それ以外にですね、同梱されているソフトウェアも結構高レベルなものがついています。皆さんこれ見てご存知の方はご存知だと思います。音楽制作を簡単にできるソフトウェアですね。これはギターのギターリグ6、これとこれを組み合わせて自分で作曲するっていうのもですね、チュートリアルで YouTube に上げてる日本の方いらっしゃったんですけど、すごいかっこいいのができてていいのではないでしょうか。ちょっと今更ながら自分の顔を入れたりなんかして、うん、というソフトウェアもすごいいっぱいついているので、なかなかこれ良かったかなと思います。まあ音声を聞いて皆さんどう思われるでしょうか。はい、ちょっとせっかくですので、これ今オーディオインターフェースをつないだ音声になっていますけれども、私が最初にぶち当たったノイズの方ですね、 ATEM ミニプロに直接つないだ時に一体どれぐらいノイズが発生してたのかもお聞きいただきたいと思います。それからせっかくなので、前に使ってたコンデンサーマイクの音質もお聞きください。それでは音声の聞き比べちょっとやってみたいと思います。はい、そしてこちらがオーディオインターフェースを通したロードポッドミックの音声になります。使っているオーディオインターフェースはオートリアのミニフューズ1です。いかがでしょうか。だいぶ音声のノイズが軽減されていると思います。はい、こちらはフィファインのコンデンサーマイクの音声です。 Mac にカルデジのドックをつないで、そのカルデジからUSB-A で電源をもらっているコンデンサーマイクの音声です。いかがでしょうか。音質としては悪くないと思います。ただ
外の音とかですね、そういったものを結構拾ってしまっているかと思います。違いはいかがでしょうか。はい、戻ってまいりました。いかがでしょうか。これがポッドミックの音声です。コンデンサーマイクとこのダイナミックマイクとの違いに関しては、もしかしたらコンデンサーマイクの方が好きっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。これね、部屋で録音するのにコンデンサーマイクのこの広い範囲を拾ってしまうっていうのは、ちょっとなかなか後の処理が大変っていうのはありますね。単一方向っていうんでしたっけ、このダイナミックマイクの、この利点を使って、なるべく後の処理が減ればなと思うんですけれども、音声の方はいかがでしょうか。ちょっとまだですね、ダイナミックマイクの使い方として、この距離とか、原因の調整とかね、いろんなところでまだ私が慣れてないっていうのもあって、このマイク自体のレビューにはなってないかもしれないんですけれども、はい、ということでですね、上を見上げればキリがないのですけれども、私なりに手に入るレベルでロードのポッドミックと、オートリアのミニフューズ1に関してはですね、私は結構なかなかのものが手に入ったのではないかなと思っています。それとですね、今日から、ATEM ミニプロのスイッチャーを使って収録しています。ちょっとカメラが1台なのでですね、ちょっとまだこの良さを全然使ってないんですけど、この2台目3台目のカメラをね、どうするかについてはちょっとまだ決めていないので、カメラは1台しか使ってませんけれども、 ATEM ミニプロのスイッチャーで、ちょっと画面を切り替えるところは使ってでですね、私が撮ったやつですね、ロードのポッドミック、あとこれ使うのにですね、マイクケーブル新しくしたんですけど、フェンダーのマイクケーブル、すごいかっこいいですよね。これちょっと見てて気分が上がるので買ってよかったなと思ってます。ブラックマジックデザインの機材はまだ2つ目、ATEM ミニプロがやっと手に入ったばかりですけれども、今後もねちょっとだけ、増やしていけたらなと思うんですけども、今日のマイクとオーディオインターフェースのご紹介いかがだったでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。それではまた。